課題のところをですね、最後ちょっと話をしていきたいと思います。主に2つですね。基本的には設備面も含めて、まず信用のところと、次2番目、社会重要性のところについて議論していきたいと思います。で、信用のところは、山田さんご専門だと思うので、その本人確認的なところですよね。多分今回、マミちゃんをマジセミさんが採用される場合もそうだったと思うんですけども、企業がやっぱり人を雇うときって、その反社をこう排除するとかですね、そういう意味で、やっぱ本人確認っていうのをせざるを得ないですし、場合によってはバックグラウンドチェックとかもやらなきゃいけないですよね。本来であれば別に本人が誰であろうと全然構わないんですけれども、今の法体系の中で人を雇おうと思うと、いやでもそういう情報を入手せざるを得ないというのは一つ大きな課題だろうなというふうに思ってます。まあ、実際マミちゃん採用したんですけど、面接もマミちゃんの時は一応本人で、カメラも一応拝見はしたんですけど、基本的にアバターって面接もやるっていう方針で、実際にはしてたんですが、そうは言っても、やっぱり雇用契約だとか、反社の覚書とか、そういうのはアバターとしてマミちゃんではなくて、もちろん本人とこうやっているわけなんですよね。そのあたりの、どうしてもそういう情報にアクセスせざるを得ないっていうところは課題かなと。なるべくアバターワークなので、その本人とはその関係なく、アバターとしてどうなのかっていうところだけでこう採用したいっていうところはあるんですけど、このバランスをどうするかっていうところがですね、ちょっと課題かなっていうところはあります。で、もう一つですね、社会需要性は、山田さんは実際その姿で会議とか出て、あまり怒られたことはないけど、マミちゃんは怒られたことがあるみたいな、その周りから怒られるかみたいなところ、これはちょっと皆さんに投票をですね、したいんですが、で、じゃあ皆さんが突然ですね、会社のウェブ会議にアバターでこう参加したらですね、受け入れられそうなのか、うちの会社だったら全然みんな大丈夫だようなのか、ちょっと微妙なのかなとかですね、いやもううちの会社も絶対無理とかですね、ちょっとやってみないとわからないみたいなところで選んでいただいていいですかね。これも皆さんちょっとぜひ理由をですね、Q&A に入れていただきたいんですが、これは驚きですね。受け入れられそうが半分近くですね、多面舞踏会と何も変わらないのではないかっていうご意見ですね。ありがとうございます。これは井出さん何かコメントありますか？基本、ペルソナの仮面であるということは間違いないので、そういう意味で言うと、自己開示は増えるんですよ、やはり。振る舞いが変わるんですっていうところがあるので、それをどうメリット化するかっていうのは、どういうコミュニケーションをデザインするかによって、あれなので、これは難しいところですね。結局、それはその自分を隠してしまう。だから、本命ベースこそが正義だっていう価値観であるなら、もうまさにこの通りなんですけど、これ結構いろんな考え方があるので、何が最高っていうわけではないんですけど、一つ事実として、物理空間での対面のコミュニケーションが最もおそらくメッセージが多いんです。コンピューターで再現できないことが多いので、そのリアルに近いっていう尺度で測った場合は、おそらく勝てることは相当先になるっていうことだと思います。ただ、重要な観点って、リアルでやれることが最高なのかっていう別のベクトルで、こういう場合はこっちの方がいいんじゃないっていう観点で見ると、私はメリットがあるところはあるんじゃないかなと思って、いろいろ研究してるというところがあります。ありがとうございます。あとはですね、アバターワークについて、大きな会社なので幹部対幹部は厳しいと思いますが、確かにチーム仲ならありとかですね、そういうのあるかもしれませんね。ありがとうございます。